れがやっぱ。老後日本で暮らせるほどの金額を貯めるのが難しいだろうと思い、物価の安い国でスローライフを送りたいと考えています。税金面や治安面など含めておすすめの国ありますか？またスローライフを送るにあたってアドバイスいただけたら嬉しいです。他の国に行けるだけのバイタリティがある人って、大体日本で働くとそれなりにいい給料もらえるんですよね。いや、そうなんですよ。今、将来の貯蓄ができたら、多分安い国で、スローライフを送るのは難しいと思うんですよね。そうですよね。多分日本って結構楽な国なんで、うん、結構そんなしんどい思いしなくて、税金面はちょっと分かんないけど、治安面ではだいぶ楽な方なんで、スローライフは送りやすい。だって欧米人がスローライフを送るために多分日本に来るような時代になるので。そうですよね。だから日本で稼いでもう働かなくていいっていう状態で東南アジアとかに行くんだったら多分いいと思うんですけど。ただ、はい。東南アジアで金稼ごうってなると、現地の言葉とか英語とか喋れないときついですからね。これ難しいんじゃないかな。切り抜きを見てると日本にこのままいるのが怖いと思えてきました。30代前半でも今から外国を逃げるくらいのお金を稼ぎたいですが、どうすればいいでしょうか。いやみんなあるんですね、そういうのが。でも30代で外国へ逃げるぐらいのお金が日本で稼げるんだったら、日本は稼げる国だから、そのまま日本に続ければいいと思いますよ。逃げる理由は稼げないから逃げる。なんか日本でどうにもニッチもサッチもいかないから逃げる。高飛び以外の理由ってあんま逃げる理由でないですもん。今どちらも選ぶ状況にないと思うんですよ、この方が。そうだよ。日本で稼げなくなったら外国で寿司職人とかやればいいんじゃないかなと思います。はい、でも稼げる方法が困るのに、610円の投げ銭しちゃダメですよ。確かに。金を使うな。そんなラテマネーの使い方一番良くないんで。20年後、アベノミスクスはどのように評価されると思いますか？株価上がったよねってくらいじゃないですかね。悪口言ってる人は多分悪口言う余裕がなくなってるから、アベノミクスのこと多分忘れてると思うんですよね。まあ多分もう20年後ぐらいは全然言われてないと思うんですよね。なんか歴史上の景気って書いてあるじゃないですか。あんないちいち覚えてる人いないじゃないですか、はい、そのなんか教科書に出てるなぐらいな感じじゃないかなと思うんですけど、ね。